ます。予算特別委員会を再開いたします。休憩前に引き続き総括質疑を継続します。無所属の会の質疑を行います。なお、質疑時間は答弁を含めて20分です。菅間進委員。委員長。はい、菅間委員。よろしくお願いいたします。上皇下水一体官民連携運営構築費についてお尋ねいたします。今議会、この件についてのさまざまな角度での多くの質問があり、何よりと思います。まさに上皇下水、いわゆる地下水面下から表に出たというふうに私は思っています。長期投資内容を多少調整して質問しますので、ご了承いただきたいと思います。まずこの事業について提案したのはどなたでしょうかというお尋ねでございますが、29年2月第1回上皇下水一体官民連携運営検討会議事録のとおり、27年3月末の下水道事業の公営企業管理者の下での一括管理運営の指示記者会見に始まり、その27年4月には当時の犬飼公営企業管理者に知事が指示し、流れができたこと、そして、28年12月に知事が未来投資会議で水道法改正について安倍首相にお願いし、29年1月には内閣府と4省に関係するので、菅官房長官に直接調整をお願いしたとの経過、知事主導ということでよろしいでしょうか。経過説明は時間の都合上結構ですので、はいかそうではないかだけのお答えをいただきたいと思います。村井知事。はい。菅間進委員。ありがとうございます。なぜ12月も一般質問でですね、質問しましたけど、この骨選手について質問するかというとですね、まさに国レベルでももちろん、県市町村にとっても、国民、住民にとって最も生活を営む上での究極的基本インフラが水道です。これは昨日の佐々木議員の質問のやり取りをですね、8年前にそういう認識をきちんと持っていたというところで、知事と共有するところであります。そして、第1回の検討会でもですね、東日本大震災時に痛いほど経験したと、そのインフラの重要性ということを、それも同じふうに共有しています。そういった究極的インフラの現状と先行きについて、どれだけの宮城県民がですね、この改革について、また仙台市民をはじめとする各市町村の市民、町民、村民が分かっているかということであります。今までの受益者に対しての説明経過とその意図するところを含めお聞かせください。はい、遠藤公営企業管理者。はい、委員ご指摘のとおり、水道事業は県民の生活に不可欠な代替性のないライフラインでありますことから、宮城型管理運営方式の導入にあたりましては、県民の理解を得ることが非常に重要であると認識しております。企業局では、平成29年1月以降、受水市町村を訪問いたしまして、いろいろ説明をさせていただいておりますとともに、会議の場などにおいて、宮城型管理運営方式について、広くですね、説明してきたところでございます。なお昨年4月と今年の1月から2月にかけまして、私自身が受水市町村長を訪問し、直接お会いいたしまして、宮城型管理運営方式の検討状況を説明いたしますとともに、市町村が構成いたします広域水道協議会等の機会を捉えて意見交換を行うなど、市町村の理解が得られるよう努めてまいりました。また11月ですね、昨年の11月には、人口減少社会における水道系 を考えるという題したシンポジウムを開催したところでございます。県といたしましては、最終受益者であります県民の皆様の理解を深めることを念頭に、引き続き受水市町村への丁寧な説明と、県民の方々への情報発信に努めてまいります。菅間進委員。順番はちょっと違えておりますので、それはそれとして受け止めさせていただきます。先ほどの知事の答弁の後に、こういう質問をする予定でありました。知事と企業管理者の答弁はですね、私の立場からすると、何か初めから結論ありきというような感じで受け止めさせていただきます。それはいろいろと個人格差があると思います。何をそういった中でですね、検討委員会に期待するものなのか、お尋ねいたします。
村井知事。上皇下水一体官民連携運営につきましては、平成28年度に有識者等に参画をいただいた懇話会で、水道法の改正を前提として、宮城型管理運営方式の導入により、一定の効果が得られると判断できたことから、その事業スキームをオープンな場で検討を深め、また情報の発信および共有を図るため、宮城県上皇下水一体官民連携運営検討会を開催することにいたしました。したがってこの検討会は基本的には宮城型管理運営方式の実現に向けて開催しているものであり、その中で官民の業務分担やリスク分担など業務スキームの構築にあたり整理すべき事項について検討いただいたというものでございます。菅間進委員。はい、2つのお答えをいただきましてですね、最終的に私はですね、受益者の利益がやはり第一だと考えます。この骨折症は誰の利益と考え進めるものでありましょうか。改めてお尋ねいたします。村井知事。コンセッションを活用する宮城型管理運営方式では、上皇下水一体化によるスケールメリットの発現、更新投資や資材の民間調達等によるコスト削減により、水道料金の抑制を期待できるというものでございます。したがって当然、最終的には県民の利益につながるものだと考えております。菅間進委員。はい。今のお答えをいただいて、その前の2つの、お答えもいただきながら、2つ感じるところがあるわけですね。これは通告しておりませんけれど、1つはですね、12月の21日に私は水環境システム研究所設立記念シンポジウム、日本の上下水道を守るというシンポジウムに出てまいりまして、日本のトップのいろいろと方がいろいろと話聞かせていただきました。その中で会議のあり方っていうことについてですね、東京大学大学院工学系研究教授の滝沢聡さんのお話の中で、いろいろとこう水道事業に対するシンポジウムとかなんかやって、シンポジウムがあった中で、結局、結論としては水道関係者と市民の意識に大きなずれがあるということで、関係者だけが集まる会にシンポジウムは走りようがゼロであるということを、すごくやっぱり私自身の心には響きました。あともう一つ、大変失礼な言い方になるかもしれないけど、本当に県民のことを思って、市民のことを思って、市町村民のことを思って、知事も考え、それの指示に従って、企業管理者は動いてると思うんですけど、よらしむべし、しらしむべからずという言葉をよくご存じのように、これはデジタル大事線の解説で読むとですね、人民を為政者の姿勢に従わせることはできるが、その道理を理解させることは難しいと、転じて為政者は人民に姿勢に従わせればよいのであり、その道理は人民に分からせる必要はないということは思っていらっしゃらないと思うんですけど、やはり情報不足であるということはね、やっぱり素直に分かっていただきたいということを強く私は言いたいのですね。やはりなかなか難しいです。我々勉強してもですね、なかなか専門的な分野でですね、非常にこういう学会に出ても本当の危機感というのは分かるんですよ。ただその危機感というのはどれだけ県民の方、やはり住民の方が分かっているかというと、なかなか分からない。しかしそれはやっぱり最大限分かってもらって、そして県議会の代表である、県民の代表である県議会議員と、やっぱり町長発しながら、いいものを求めていくということはすごく大事じゃないかという論点で私は質問したつもりなので、その点について、ちょっと知事の答弁いただきたいと思います。村井知事。はい、非常に私も悩ましい問題で、同じ問題意識を持ってございます。空港の民営化の時はですね、いろんなところに行きましても、お話しいただきました。またマスコミも非常に関心を持ってました。しかし、この水道につきましては、ね、上皇下水の官民連携コンセッションについてはですね、マスコミもあまり私の方に聞いてこないんです。で、県民もほとんど聞かれないですね。で、水道料金、実際、飛行機乗るときの料金というのはどれぐらいになるかって、皆さん非常に関心あるんですけど、水道料金が
皆さんどれだけ毎月払ってるかっていうのをほとんど皆さんご存知ないんですね。でこれが上がる下がるっていうとそんなに皆さん極端な危機感を皆さん持ってない、それを感じるんです。ただ長い目で見るとですね、これかなり大きな差になってくるということで、私自身は空港の民営化よりもですね、この上皇下水の官民連携のコンセッションの方が県民に対しては大きな影響がある、プラスの効果があるというふうに思ってございまして、これをしっかりと県民の皆さんに理解していただけるようにさらに努力をしていくというのは非常に重要だろうなというふうに思っています。そういった意味では今回いろんなお話、私の言葉でも話させていただきまして、県会議員の皆さん方は非常に一番理解してくださっている内容についてですね、いい悪いは別にして理解していただいている、県民でございますので、ぜひいろんな場で、県政報告等でですね、ご報告いただきたいと思いますし、必要ならば私なり、職員がですね実際行ってご説明をすることもやぶさかではないと考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。丹松進委員。はい、ぜひそういったことで、進めていただければというふうに思います。それでは淡々と次に質問させていただきます。水道分野でお尋ねします。水道では仙台市など受水市町村に具体にどのようなメリットとデメリットが及ぶと想定しますか、お聞かせください。遠藤公営企業管理者。はい、宮型運営方式でございますが、県が水道用水事業者、供給事業者としての責任を保持したまま、民の力を最大限活用することによりまして、コスト削減を図るものでありまして、まずそのことによりまして、先ほど知事も申し上げましたが、水道料金の抑制などですね、受水市町村に対するメリットは十分あるものと認識しております。デメリットにつきましては特に存在しないものと考えております。丹松進委員。それは後から議論したいと思います。次、宮城県としては現在国が進めている水道広域化の動きの中でどのような役割を果たそうとしているのかお尋ねいたします。後藤環境生活部長。はい、厚生労働省におきましては、平成25年3月に策定しました新水道ビジョンにおきまして、従来の事業統合による広域化の概念だけにとらわれずに、将来を見据えた連携といたしまして、事業の共通化、それから共同化など、多様な連携を発展的広域化と位置づけまして、これを進めることとしておるところであります。県は、この水道ビジョン、新水道ビジョンを受けまして、平成28年3月に策定しました、宮城県水道ビジョンにおいて、発展的広域化による運営基盤の強化を図っていくということを位置づけております。これまで各地域の水道事業連絡協議会等の枠組み等を通じて意見交換を行うなど、広域連携を推進する役割を担っているところでありまして、今後とも協議会で検討している課題、それから取り組みを県全体の課題、それから広域連携の方向性として集約化をしまして、水道事業者の主体的な取り組みを基本としつつ、引き続き発展的広域化を推進する役割を県として果たしてまいりたいと考えております。丹松進委員。重なる部分があるかと思いますが、宮城県内の水道広域化の将来像をどのように描いていらっしゃるのかお尋ねいたします。はい、後藤環境生活部長。はい、先ほども申し上げましたが、水道事業の広域化につきましては、事業主体である各事業水道事業者の考え方が重要でございますけれども、ございまして、水道事業の広域化はさまざまな課題があることから、宮城県のビジョンにおきましては、水道事業者間の検討を段階的に進めることとして、おりまして、現状の把握、それから将来的な収支見通しを踏まえつつ、関係者の共通認識を図りながら、可能な部分から推進していくということにしております。それに向かうためにまずですね、水道関連施設の使用、それから維持管理業務等について、通常の日常業務について標準化を行いまして、次に標準化された業務について共同化を行った上で、最終的にはこれらを踏まえて、多様な形態の広域化実現に向けた検討を行うこととしておりまして、標準化された水道業務についての一体化や共同委託をより広範囲で検討し、最終的な水道事業広域化に向けた取り組みを行うという位置づけをしております。丹松進委員。下水道分野でお尋ねします。国交省で進めようとしている広域連携は、コンセッションとどのように整合しているのか、並びに仙台市や流域下水道との関係はどのように整理されるのか、お聞かせください。桜井土木部長。はい、国が検討を進めております広域連携、あるいは保険が進めておりますコンセッションにつきましては、下水道の経営環境が非常に厳しい差を増す中で、効率的な事業を行うためには、どちらも重要な取り組みであるというふうに認識してございます。
コンセッションにつきましては、いわゆる県の流域下水道を対象としてございます。一方、広域化、共同化を検討しておりますのは、いわゆる市町村が行っております、いわゆる単独下水道事業、これを対象としているところでございまして、それぞれ事業の対象、あるいは処理区域も含めて、役割が明確に分かれているものと認識してございます。同様に仙台市が実施してございます単独下水道事業につきましても、本県の流域下水道とは事業区域もエリアも変わってございます、分けられてございますので、それぞれの中で事業を進めるというふうに認識してございます。菅政進委員。はい、ありがとうございます。この質問の最後に、検討委員会の委員構成についてでありますが、県内自治体が県内の状況を反映する立場と考えますが、地域の実情を知る有識者の参加が不十分と思われますが、いかがでしょうか。遠藤公営企業管理者。はい、まずこの検討会ですけれども、官民の業務分担やリスク分担など、宮城型管理運営方式の事業スキームを構築をするということをまず目的としております。その関係で、各分野の有識者の方々、水道事業関係者の方に参加していただいているということでございます。また参加者の中には、地元の金融機関、それから受水市町村の代表者も含まれておりまして、それらの皆さんの検討会での意見を参考といたしまして、慎重に検討を進めさせていただいているというところでございます。菅政進委員。次に、外国人観光客受け入れ環境整備促進費等観光関連予算についてお尋ねします。まず、外国人観光客について、受け入れ環境の整備促進は喫緊の課題ですが、事業概要を手短にお願いいたします。吉田経済商工観光部長。事業概要でございますが、一つには県内の宿泊施設や観光集客施設などにおける無料公衆無線 LAN 機器の導入、そして二つ目には外国語案内表示の作成にかかる経費など、そのような受け入れ環境を整備する事業者を対象に経費の一部を補助いたしまして、外国人が快適に観光を楽しめる基盤整備の充実を図るものでございます。菅政進委員。はい、ありがとうございます。そういった中で、そういった環境整備大事でありますが、 Wi-Fi サービス、環境について県と仙台市の、無料公衆無線 LAN サービスが、事業者の系列が異なって、サービス提供場所も分かりづらいという現実があります。どのように整理し、外国人観光客の立場に立った、改め整備を行うのかお尋ねします。伊藤震災復興企画部長。はい、無料公衆無線 LAN の整備につきましては、まずサービス提供場所を拡大していくということが重要でございますので、県では宮城フリー Wi-Fi として民間施設を中心に、県内観光地等への面的な整備を行っております。で、現在、県内の市町村におきましては、仙台市は県と異なる事業者、それ以外の6市町が本県と同じ事業者の系列で整備しておりまして、他の東北5県におきましても、複数の事業者の系列で整備されているという状況でございます。で、今後、外国事業を含めまして、観光客が使いやすいように、東北のどの都市でも接続法を統一するということが望まれますが、県だけではできないということから、広域的な連携のあり方について、関係団体等と協議していく必要があるというふうに考えております。から宮城フリー Wi-Fi でございますが、提供場所に県の観光 PR キャラクターであります、むすび丸を使ったステッカーを掲示しているほか、多言語に対応したリーフレット、ウェブサイトで周知しております。より多くの方に使っていただけるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。菅政進委員。はい、次に、観光政策の施策の財源に関する検討組織について、一般質問で知事からの話が出ました。地域整備基金の活用も含め、積極的な観光施策の継続に向けたものと考えるが、宿泊税だけでは絶対足りないんですよね、どう計算したって、どういうふうに方向性は考えているのか、お尋ねいたします。村井知事。まずは宿泊税ありきではなくてですね、宿泊税も含めて、観光施策のための財源がどれぐらい必要で、どういうふうな形で財源を確保すればいいのかということを考えたいというふうに思ってございます。今は東北観光復興交付金をいただいて、国から特例的な財源を使わせていただいて、いろんな施策を、充実した施策をやれているんですが、これがまもなく切れるということはもう明らかでございますので、そうなったときに他地域に負けないように
ように失速しないようにするためにどうすればいいのかということを、32年度に終わる前にしっかり手を打ちたいということで、今回このような検討会を4月からスタートさせることにいたしました。その中でいろいろなことをよく考えていきたいというふうに思ってございます。菅間進委員。ぜひ積極的にお願いします。最後になります。ガバメントクラウドファンディング、昨日までふるさと納税についていろいろと話が出ました。具体に地域課題としてインバウンド関連で、他団体、いろんな市、町、また広域自治体で実施してかなり成果を上げています。このことについて積極的に進めるべきと思いますが、ぜひその答弁いただきたいと思います。はい、村井知事。はい、ガバメントクラウディングファン、クラウドファンディングは、インターネットを利用して、地方自治体が自ら財源を確保し、地域の活性化に向けたさまざまな政策を実現する手段の一つでありますので、よく検討してまいりたいというふうに思っております。はい、終わります。